皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは地震、台風、自然災害に強い教室ビジネスの作り方ということについてお話をしてみたいと思います。今日はですね、実はこの動画を撮っているのが、2019年の、10月13日かで、昨日ですね、戦後最大級のと言われる台風19号、通称、ハギビスの、通過が終わった後この動画を撮ってるわけなんですけれども、確かにすごい台風でした。私はこちらの綱島、鶴見川の裏手にマンションがあるんですけど、そこの1階なんですがに住んでいるんですけれども、20年このマンション買ってから住み続けてますが、鶴見川の堤防が決壊するかもとか氾濫がっていうところまで本気で心配したのは今回が初めてでした。その前にあった台風15号っていうのは風台風だったんで、庭の部分での被害でいうと、くくりつけてあったフェンスにくくりつけてあった木製のラチスフェンスが2個崩壊したレベルではありましたけれども、風がすごかったんですね。で今回はどちらかっていうと本当に氾濫するかも、床上浸水を覚悟した台風が今回の台風でした。確かに鶴見川は氾濫はしなかったんですが、荒川とか多摩川とか、あとは千曲川とかですかね、そんなところは氾濫してものすごいことになっていて、増水が要は1日で3、4ヶ月分の雨が降るっていう異常事態になるような台風だったので、それもあったんですね。で、その時に、避難もしなくてはいけないかもしれないっていう準備もしながらですね、3.11 の2011年の 3.11 の東日本大震災、あれもあれはもう本当に未曽有の災害だったと思うんですけれども、あちらも会社員だったところに経験している経験と今回の両方考えた時に、教室業とあと自分のビジネスですね、それっていうのはやはりこういう状況がいいよなっていうふうに改めて実感したことがあったので、今すぐそれが皆さんができるとは思ってないんですけれども、私が考えてる考えがその将来何年後かのヒントになるかもしれないので、それをちょっとお伝えしようかなと思ってこちらの動画を撮ることにしました。それではですね、本題の方に入っていきたいと思います。まずですね、教室業の一番の弱点というか、これはビジネス上のある意味特徴でもあり仕方がないことなんですけれども、技術を対面で教えていくようなケースであることが多いっていうのがやっぱり一番の特徴なんですよね、教室ビジネスの場合。実際に生徒さんが、自宅ないしは自分のスタジオとか別場所を借りていたとしてもそちらに来るっていうのが、まずベースになるじゃないですか。でそこで教えるっていうことは、例えば私もパンやってた時によく分かるんですけれども、オーブンから基本離れられないんですよね。オーブンがある場所でないとそのリアルな技術は教えることができないっていうのがやっぱり一番の弱点なんで、何かしら場所に縛られるっていうのが一番大きなところだったんですね。で私自宅以外の出張レッスンとかもやってましたけれども、本当にですねオーブンが違うと組み立てがですね変わってしまうんですよ。特に電気オーブンはムラがすごい、どの機種どのメーカーのどの電気オーブンなのかによってもう全然焼き上がりがパンの場合とか変わってしまうので、出張レッスンは私材料屋さんとかですねその業務用の、スタンド型のリンナイとか東京ガスのガスタイプのオーブンを持ってるところでしかやらなかったんですね。何度何分って書いてあるレシピが全然変わっちゃうんですよそれが違うと。だから外でやったとしても自分の中でその条件をつけて、それができるところでしかやらないっていうふうにしてやってましたから、ほとんどが自宅教室ということで自宅でやってたんで、まずオーブンから離れられないっていうのがそのお料理系とかをねやる場合には一番の大きなデメリットかなというふうに思ってるんですよ。
ただ同じ教室業とかでもですね、ハンドメイド系とかはある意味どこにでも行けますよね。会議室とか借りてもできるようなちっちゃいもの、例えばビーズであったりとか、まあ、文字を教えるカリグラフィーとか、ああいうその火も使わないし特に水も使わないっていうか、道具がそれがあれさえすればやっていけるっていう、そういうタイプのものはまだ場所は動けますよね。それはいいかなっていうふうに思います。なのでお料理関係の教室業の人とかは場所がなかなか動けないっていうのが一番のネックになってくるんですよね。ですから、まあ、私はその 3.11 終わった後のその夏からですね、なんか5ヶ月後からですね、会社もちょうど辞めて独立しようとして準備を始めたのが8月で、教室オープンしたのはその翌年の20年にやって2011年からオープンしてるんですけれども、その時にはやっぱり、まあ、オーブンとかそういったものも当然揃えてますし、教える上ではそこから離れられないということは理解してはやってはいたんですけれども、そうじゃない方法ができないかっていうことで、翌年からスカイプ、今はズームが主流ですけども、スカイプレッスンっていうことでパンを教えるっていうのをモニターでやったりとかですね、いろいろやってたりとかしてました。なので今現在少しそれを解消する方法としては、リアルで例えばパンだったら生地を触ったりとか、料理だったら火を使ってその場で食べさせるっていうことができなかったとしても、オンラインの講座で作ることができるのであれば、オンライン講座で教えていく、座学の方中心になりますけれどもね、オンライン、そうですね、ここ3、4年前ぐらいから流行ってますかね。いろいろとなんていうのかな、プラットフォームっていうか、そういうのも整備されてきたので、ですから何かそういう災害があった時用っていうことではないにしてもですね、そのオンラインで教えられないかっていうことは、将来のことにわたったとしても検討はした方がいい、技術の一個です。オンラインで配信するっていうことを考えるっていうことは、今から身につけておいてほしい技術はまず動画のスキルですね。こうやって喋るっていうことが普通であるっていう状態を作っておくか、あとはその動画の編集、このスキルがある方がいい、これ2つ目ね。で3つはそれをインターネット上で扱うサイトを作ることができるスキルで、これ全部人任せでもいいんですけど、初期費用が結構かかるんですよ、この3つ全部人に任せると。そうするとやっぱりそのオンラインをやった方がいいようなことが分かっているの、初期が30万とか50万かかっちゃうと無理だなって思うと、結局前に全然進めなくなるので、ちょっとずつでもいいから技術は覚えていった方がいいです。仮に私今これを3つを全部自分でやろうって今決めれば自分でできるスキルはあるんです。だけれども私の本部はコンサル業なので、人の課題を解決することの方がメインなので、そっちに時間を使いたいので、コンテンツは作りますけれども、作業は人にお任せするっていうスタンスでやってはいますが、初期の頃はお金投資できないはずなので、であれば自分でちょっとできるようには覚えていく方が将来的にも本当は良かったりします。なので将来もしかしてそれをやるかも、ないしはそういう地震災害のことも含めてですね、リアルで教えられなくてもオンラインだったら教えられる可能性があるし、復旧が遅れてたとしても場所を変えてどこかで教えればいいっていうことができる手段を身につけることになるので、ぜひそれは一つ覚えておいてほしい、スキルの一個です。で2個目は、ビジネス上のリスクヘッジを取るっていうことですね。どういうことかっていうと、教室業の人は教室業だけをやってる人が多いんですけれども、それはそれで理解はできるんです。そもそも教室業だってちゃんと集客して頑張るっていうこと自体はすごい大変ですからね。それなのに他の授業に手を出すなんてっていうのもまあまあよくわかるんですけれども、だからこそ一個一個の事業を手早く形を作って、回すようにして、もう一個二個ってやっていくことができるようになると理想だなっていうふうに思うんですよ。私は全く違う事業とかを同時に動かすっていうことをやっていたので、まあ、頭の切り替えはもちろんそうなんですけど、集客の組み立てが全然違うので、
例えば教室パン教室業の方と同じ教室業でももう少し高額な講座の美容食学っていうマクロビオティックの料理の講座、これちょっと作り方がやっぱりちょっと違ったので、その集客のやり方も当然違ってきます。あとビジネス講座で電子書籍の方を教えるような講座ですね。で、あとルノルマンリーディングっていうカードリーディングとメンタルとビジネスリーディング、セッション、要は、まあ、ソリューション、コンサルティングであることは間違いないんですけど、まあ、カードを使いながらやっていくっていう、まあ、ちょっと心理面からやっていくようなやつ、そちらもまあやっていたりとか、あと最後はコンサルですね。だからこの5本をやってみて全部やり方が違うんですよ。でそれでも共通するところもあります。なのでそれを知りつつやるっていうことをやっているので、当時一番メインの柱はパンでしたけれども、パン以外とかでも収入はあったので、そこがダメになるっていうか、その例えば今教えることができない、例えば自然災害とかそういう時とかには、パソコン1台でどこにでも行って教えられるっていう電子書籍の講座を持っていたりとか、カードリーディングの講座があったりとか、まだ当時はコンサル業やってなく、今はもうコンサル業がメインなんで、まあ、それこそ電波さえあってやれば私の居所はどこでもよくてアドバイスはすることができるので、そういう体制を6年とかかけて作ってるんですよ。だから今の私のビジネスは割と災害には強めのビジネスになりつつあります。完璧とは言いません。だから今回とかで思ったのが拠点、そもそも活動拠点も5カ所ぐらいあった方がいいなって思ったぐらいです。日本以外の世界も含めてなんですけどね。そうすると例えばもう台風19号関東直撃っていうのはもう1週間前に分かっていたことなので、進路から言うと九州には来ないっていうのが分かっていたので、九州で仕事をしようっていうような体制、セミナー以外だったらですね、まあセミナーもリアルをなくして Zoom っていうオンライン上だけのセミナーをやるっていう人に私がなっていれば本当にどこでも大丈夫なはずなんですけどね。で九州に行ってそこでセミナーが入ってたとしても別にそこで教えればいいだけだし、コンサルティングも Zoom がベースになって、対面じゃなくて Zoom がベースになってるんだったら、どこの場所でもそれこそ海外で時差あって自分が時間を合わせればそれでもできるっていう状態を作ることができてたのでよかったんです。そこまでね居所を持ってなかったのでそれはやんなかったですけれどもね、まあ、家族も本当はそれについてこれるような状態の職業、まあ、自営の方が多分いいのかなとは思ったりはするんですけれどもね、まあ、それはそれでまた別の話になるので、まあ、自分の仕事に関しては居所が分散した5カ所くらいレギュラーで持ってるといいよねっていうのは今回の台風で特に思ったことではありましたね。はい、実際にここにいるっていうふうに決めてどう対応するのかっていうのを やるっていうのもすごい経験になりましたしね。やっぱ拠点分散っていうのも一つ考えるべきことできるんだったらですよ。だからある程度しっかり一つのビジネスを作り上げて規模を大きくしていくときに考えないと、よく東京と大阪の2拠点持ってる先生もいらっしゃいますよね。そういう感覚になります。なので要は今のそこだけを見ないっていうことですね。時代も変わっていくし、おそらく教室業も変わっていくから、その部屋の中だけでリアルで教えるっていうことだけじゃないっていう視点から考えるっていうのも将来的な部分で多分考えた方がいいことですね。私は対面の温度感も好きなので対面をやめるってことは多分ないんですけれども、時間効率が悪かったりとか場所も使うんで良くないっていうのは分かっていてもですね、まあ、好きなんでやるんですけどね、はい、っていう感じです。であともっと言えばさらにお金を上手に作っておくことができたら、やっぱり不動産投資であったりとか株式投資とかもしながら資産を増やすっていうことをしつつ、まあ、本当は家賃収入をオーナーとかね不動産系でいうと賃貸収入が自動的に
コツンコツンと入ってくるみたいな、そこまで作ることができてるのが本当は理想なんですけど、まあ、全く資本がゼロからスタートする、それこそ主婦からっていうことになると、なかなかハードルも高かったりとか、会社員からの転職だったとしても、会社員というある程度守られた定額的にお金をもらうことが慣れている状態からスタートをして、まあ、それをやるっていうことはなかなかしんどい部分だと思うんで、今私はそこまでも視野には入れてるんですけれども、ある程度元でも作らないといけないので、事業でプラスを出していくのはある意味当たり前で、そこの余剰をどう使ってまた回していくかっていう、その領域で見ていくと、まあ、ビジネスっていう領域にやっぱ成り立っていくかなというふうに思うんですね。会社として人数を雇って機能させたいのか、一人で、気楽にっていう言い方変ですけどね、やっていきたいのかって、ここも株式にした時にやっぱり一つ考えなくちゃいけないことだったりもしていて、私は企業人として20年以上勤めていて、会社の上下関係も知っていて、まあ、社長の立場、部長の立場、まあ、その下のマネージャークラス、あとペーペー全部分かってるんで、それを考えた時にみんなでやるとさらに新しい求心力ができていいものが作れるっていうのも分かってるんですけれども、マネジメントに注力したり、まあ、経営のトップとしてやらなくちゃいけないことをやっていくっていうことを考えた時に、プレイヤーとしてができなくなることにまだねちょっと執着があるんですよ。だからプレイヤーみたいな部分も私好きな部分もあるのでですね、細かい部分は今も外注パートナーさんとお願いしながらやってはいるし、頭で考える部分はやってるんですけれども、今のところまだ一人でいいなっていう感じでやってるので、まあ、さらに先を考えると、その会社の形態大きくしてたらどこまでするのっていうところまでおそらく考えていくことになるのかなっていうふうには思ったりもしています。ですからですね、どの道ですね、まあ、地震とか台風とか自然災害って読み切れないんですよね。特に一番読み切れないのは地震です。唐突に来るから。まだ台風はゆっくり来るので、何をしようかにをしようっていう、まあ、買い出しに行ったりとか準備したりとかですね、それができるんですけど、それでもう一つね思い出したんですけど、今回浸水を覚悟したんですよ。でその時には何を濡らしたくないかっていうか、要は1階、うち1階なんですけどね、鶴見川が裏にあるんで、1階部分がもし全部浸水するって言ったらもう諦めるつもりなんですけど、なるべく高いとこ、それも机とかに置いてるレベルだとプカプカ浮いて流されてる映像も見たことがあるので、押し入れの天袋の上ぐらいのクローゼットの上だから180センチ以上の、まあ、そこまでもう足したら諦めるんだけど、そこ以外はっていうとこで選んでね上に上げたのが、まあ、パソコンとカメラとあとサックスだったんですよ。でデータの方はクラウドに置いてあったりとか、バックアップのハードディスクに入れてたりとかもしてたんで、パソコンは別に買い替えてデータはそこから下ろしてくれば別に業務上は支障がないし、ノートパソコンもまあ上の欄に置いたりとかしていたんですけれどもね、なんでその洋服とかも、まあ、結構ありますけれども、まあ、宝飾品とかねそういうのもありますけれども、そういったものっていうのはもう、まあ、水没してもしょうがないっていうことと、あとはもう床全面張り替えになるかもとか、マンション自体のねそれ自身もねいろんなものが壊れる、冷蔵庫も壊れるかもとか、まあ、いろんなこと覚悟するんですよ。当然だって自分の命の方が優先になりますからね、地震の時にはそういうことすら選ぶことはできないわけなんですけど、その時に思ったのが、物に執着しない方がいいっていうのは思ったんですよね。物大事なんですけれども、例えばそれを執着するがためにやるべき優先順位とか逃げ遅れたりとかっていうのもあるじゃないですか。残念なんですけど、諦めることも必要なんだなっていうのも今回思いましたね。生きてればどうにでもなる、どうにかできるし、どうにでもなるって思ったんですよ。わかりますかねこの感覚。自分の経験値と頭とあれで商売を起こせるっていう
まあ、技量も、まあ、もちろんそうなんですけれどもね。あとちょっと面白かったのが、今回、台風でパンがやっぱ一斉になくなったんですよね、棚から。前も3.11の時もそうだったんですけど、当時はまだパン教室やってましたしね、母にパンを送るのにパン焼いてっていうのをやりましたけど、今回も最悪、じゃあ小麦粉から買ってきて、まあコンロで焼けるようなナンみたいな平べたいピザとかああいうのでもやるかぐらいに思ったぐらい、サバイバル、転職があるっていうか、パン作れるってサバイバルだなとかね、思ったりとかしましたけどね。まあ、そういう、まあ、やってきたものとか培ってきたものが全部そういうところで生きていくわけなんですけど、要はその自分さえどうにかなっていれば、事業はまた起こすことができるっていうぐらいに、思い切りをするっていうことは、物もなんてあんまりコレクションしない方がいいっていうか、なくなっても仕方がないと思えるぐらいの、こう欲しいものは買うんだけど、あっさりした感覚も同時に必要なんだなと思いました、その時に。何がどういうふうに起こるかわからないから。だから思ったのは、その中の流れにおいて自分が好きなことをやりたいようにやれてるっていう環境自体にやっぱり感謝しないといけないのかなと思って。だから教室業とかね、やられてて好きでやり始めた方多いと思うんですけれども、それがまあビジネスとして食っていけてるか食っていけてないかは別としてですよ、やりたいことができてるっていうだけでもやっぱありがたいと思うし、今回私も停電にもならなかったんでね、電気とかもちゃんと来てるっていう、その当たり前の生活を当たり前じゃないと思うのであれば、集客ができるできないとかのレベルってすっごい小さな悩みだと思いませんか？多分ね、努力が足りてないだけなんですよ、おそらく。努力の方向性をどうしたらいいかわからないっていう話は別ですよ。大概聞くと足りてないケースが多いので、なんでできてるだけで感謝することができるのであれば、もっとこう自分自身に向き合ってやるべきことに真摯で取り組めるんじゃないのかなと思ったんです。こうやって私が動画を撮れているっていう、この今無事な状態っていうのも当然私も感謝しているし、それをこう心配し合いながらね、助け合いながらできる仲間がいるっていうのにも感謝してるし、大事な人をやっぱり失いたくないっていうのは思いましたけど、これは執着とまた別の話です。これだけ大きな全国規模的な災害になってくると、やっぱりそういった部分もね、心配になりますので、一番自分にとって何が必要で、それを守るためにどういう状態でいたらいいのか、当然命ですけれどもね、一番大事なのは。だからその思考のシンプル化っていうのを進めておかないと、いろんな意味で執着が多すぎると、動作作業とかも鈍ってきちゃうのかなっていうふうに思ったんです。だからシンプルにここのためだけに頑張るっていうのを決めると、当然一点突破になりますから、集客とかそういうのもすごく楽になるはずだし、余計な執着とかを捨ててしまえば、人の意見っていうか誹謗中傷嫉妬とかも入ってこなくなるはずなんですよ、本来。自分が生きる道を生きようって決める形になるのでね。なんでまあそんなこともいろいろとこう考えた、今回の台風、2019年の台風19号ハギビスの、実際にこう家でいろいろとね、避難するかしないかっていうところまで考えた時に一つ考えた話だったんで、是非ですね、ここ数年がかりでもいいので、ご自身の教室ビジネスっていうのをどういうふうに構築していったらいいのかなっていう、一つのまあ参考というか、一石を投じる話として聞いていただければなっていうふうに思いまして、動画を撮らせていただきました。それでは。